二人とも染めてるの二人とも全然違うのさっきさあやってまいりました。やってまいりました。聖地、ここの駅は、この駅は、上諏訪駅。お前 LINE で上諏訪駅ウエスワイ、俺それで聞いて、あ、上諏訪駅ですね恥ずかしい思いすんの。上諏訪駅着きました。ここがね、糸守の湖、糸守湖があると言われている。まあ実際には映画で糸守って言ってるけど、あれは糸守っていうのは存在しなくて、諏訪っていう、諏訪湖っていうね、ここポスター、諏訪湖なんだ。じゃああれは糸守。そう、糸守って言ってるけどあれは偽名で、実際は諏訪湖なんです。調べ上げております。テオ君5回目でございます。諏訪湖の景色を見に行きたいと思います。でもね、今日あいにくの雨です。土砂降りよ。土砂降りブリーフです。その時間寒いし超寒い。ほっとよ、しっかりこれ君の名を乗っ、よし。そして YouTube、 YouTube 痛いって言ってない。ほんと寒いもんね何度ってくらい。おかしい、おかしい、行こう。みんな早い。それでは風景を見に行きたいと思います。シッシー希望できるとこ、はい、あれ糸守みんな行ってるもんね。やっぱそうなんですね。君の名はで、君の名はでね、全然押してないですね。その場合そう、全然押してないの押してないんだ。新海さんが、新海さん小海町、うん、そうですね、出身が長野なんですよ、ね、それで長野県が多分モチーフになったんじゃないかみたいなのが一応一望できる、うん、近いところで、うん、近い場所で一望できるとこ、ここかな。うーん、歩いて一時間ぐらいかけて行きます。あ、そうなんだ。1時間トミっていうおそば屋さんが、おばさんが、おばさんがここにあります。わかりやした。行ってみてください。行けちゃうそのままに手をたむ。さあ、土砂降りの中約1時間歩いて、僕たちは糸守のいっちゃん綺麗な景色を見に行きます。タクシー使おうぜ。タクシー使おうぜ。もうなんで歩くの。歩いて1時間、歩いて見る景色の綺麗さだよ。手を痛む。行こう。さあ今ね、スタート地点から約3分ぐらい進んだところです。全然全然進んでない。これはテンション上がってくるんじゃないですか。あれは宮水の落ち、そう、感化されすぎだ。これだね。なるほど。色白だ、すごい。まだこの世界。あ、というか早速もう歩き方が独特だ。とりあえずこの階段がめちゃめちゃ長いらしくてちょっとあるんで頑張りました。雨は降ってないんだけど、この水飲める説すぐ説に従う説すまぬ。橘、間違えた。橘公園ってわかる。スカイツリー。おー、イエー、見てる。すげえ嬉しいね。地元の子？そうです。知ってるここ、君の名はの舞台なの。あ、知ってます。知ってる。それを見に来た。立石公園の上です。立石公園、立石の上。あざっ。ああいう雰囲気あるの。なんか君の名は見た？見てないんだ。見ないの。今上からの景色がいいですよ。あ、そうなんだ。サイン欲しい。サイファーしたい。サイン欲しいです。あ、サイン欲しい。サイファーしたい。独特な子なの。ここでサイファーする。陸上部が追ってきました。スカイピースを逃げよう。後から来ますよ。まだ後から来んの。誰が。あ、さっきの女と女子供が来んのね。あ、いました、いました。来た、逃げよ。どこに見えたの。本当だよ。視力、あの視力どこ見えてんだ。だからああ弟光る。あ、アツシだ。そして車も後ろから。あれ車の、まさか女の子。まさか。違う違う違う。お待たせってサングラスで。お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。女の子は周回遅れの女の子は誰も口を開けない。もう俺より早く行ってて。マジ？そう。道間違えた。まさか。そんなやつに俺らガイドされるのか。抜かしてない。抜かしてない。森どこ行ったんだよ。抜かしてない。抜かしてない。
気づいたら深まる謎。あいた、あいた、あいた、あそこに上から現れる。まさかのまさかワープだ。遅いよ遅いよ。やはり先回りしてたんだね。こっち回れる、こっちの方が近道と。大丈夫、一眼の最高の機能使って、一眼の最高の機能で琵琶湖映すよ。真っ白。あ、琵琶湖じゃない、諏訪湖。間違えた間違えた。まさかここ来た。あ、着きましたか。さあ、それでは諏訪湖頂上に着きました。素晴らしい景色をご覧ください。曇り、晴れますかね、この後。晴れないでしょうね、この曇り、真っ白だもん。1時間は待ちましょう。さあ、20分待った結果、こちら、ちょっと晴れてきたんで、ご覧ください。糸森です。糸森ね、糸森、さっきよりね、雲がなくなって、この感動は、これね、カメラじゃね、伝わりきれない、ね、伝わりきらない。うん、あ、本当はちょっと薄いね。やっぱりこう、現実で見た方がいい。すごいね、これは本当に。ここ立石公園っていうね、なんだっけ、あの、駅名、神諏訪駅。なんも知らないじゃん。ネタバレになっちゃうから言えないんですけど、この舞台ね、諏訪湖、映画内では糸森湖っていう名前で出てるんですけど、すごいですね、もう映画と同じ雰囲気。そんなとこに入れる俺ってもう幸せよ。特にやることなかった。すごい綺麗です。それしか言えねえんだよな。言葉が出てこない。言葉っていう動画です。見てくれてありがとう。景色っていうのはやっぱりいいね。君の名大好きだから、その場所に入れたことだけで幸せ者ですよ。現地の子たちありがとう。次回のスカイビュースは来ました、第4弾。1万円使い切るまで帰れば全員かっぱ寿司。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。